本日はブレイキングダウンファイター樋口武尊選手とも交友のある平綿義正氏が4月24日突如逮捕され波紋が広がっているので、そちらについてまとめていきます。4月24日 FNN プライムオンラインにて平綿義正氏の逮捕の報道がなされ、記事の中で4月22日の AM2 時過ぎ、神奈川県横浜市にて平綿義正容疑者は40歳の男性に対してナタのようなもので襲いかかり、殺めようとした疑いがかかっている。容疑者と被害者は同じ集合住宅に住むものの、お互いに面識はなく、被害者は切り傷を負ったものの命に別状はないとのことなどとの報道がなされ、樋口武尊選手の友人でもあり、樋口武尊選手の YouTube チャンネルにも出演をしていた平綿義正氏が逮捕されたと衝撃の報道がされておりました。この友人である平綿義正氏の逮捕に対して樋口武尊選手は Twitter にて、報道にもある通り自分の YouTube にも出演していた友達が逮捕されました。彼を応援していただいたたくさんの方々を裏切ってしまい大変申し訳ございません。状況などが分かり次第詳しく僕の口から説明をさせていただきます。現在は捜査段階でありコメントを控えさせていただいています。詳しい状況などが分かり次第ご報告させていただきます。皆様にはご心配ご心痛をおかけし大変申し訳ございません。被害に遭われた男性には一刻も早い回復をお祈りいたしますなどとツイートし、友人でもある平綿義正氏の逮捕に対して謝罪の念を述べ、被害者の方に対しても配慮をかける言葉を述べております。この一連の流れにブレイキングダウンにも出場経験のある右土氏はツイッターにて、同じラウェイの試合に出て仲良くなって、この前のタイヤファイト栃木大会も出場してくれた平綿選手が逮捕、暴力だけでも最低なのに武器まで使ってこれはひどすぎるぞ、ブレイキングダウンの樋口選手のお友達でもあるんだけどなとツイートし、さらにファンの中では、樋口さん謝らないでください、きっと何か事情があったんだと思っています、樋口さんのことも心配しておりましたのでこうして発信してくれただけでありがたいです、今後心ない言葉を向ける人や一方的な報道などで傷つくこともあるかもしれませんが、ファンが味方ということだけはどうかお忘れなくなど、樋口武尊選手を擁護する声が上がる一方、チンピラが有名人っぽく立派に謝罪してて面白い、いい年こいて身内が逮捕やらなんやら、自分が生きててこんなやつ身の回りにいないから理解できなすすぎるなど批判的な声も寄せられ物議を醸しております。注目の集まる樋口武尊選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。